4月から新社会人になった分け組の社畜どは息してるかーあーね、あの安月給でね、大したことない企業でね、こき使われる運命にね、ハマってしまいました。負け組の陰キャラたち、気持ちいいか、あ、気持ちいいかな、気持ちいいか、気持ちいいってよ、はあ、道目だね、ね、君たちさ、どうせ俺のチャンネル見てるようなさ、負け組の陰キャラだからさ、どうせ大したことない企業の、ね、月々どれくらい20万もいかないような、ね、ゴミみたいなね、企業で働くんやろ、気持ちいいか、おい、ね、かくいう私捨て上げはですね、もう出社ゼロ、ね、好きな時間に働いてよし、ね、で、まあ、給料はね、君たちよりか多いやろね、あ、ね、一日ね、労働時間たった8分、8分間のノルマ、8分間の動画を撮影すればね、それで終了、あ、君たちは1日8時間、8時間と8分、導けたね、あ気持ちいいわ。ちょっと今日はね、そんな惨めなね、新社会人のね、皆さんをね、あざ笑うかのようなね、あ、もう嘲笑ですよ、高みの見物ですよ、あ、というね、動画となっております。うわ気持ちいいわ。ああ、この時期がね、1年間で一番好きやね。ああ、お前らね、どうせ前らこんな顔してんだろ。ああ、絶対お前らこんな顔してんだろ。なあ、B のとか言って。お前ら B のな。ああ、今日から。ああ、今日から B の。ああ、ステッチルじゃない。ああ、B のお前ら。ああ、ね、絶対こんな顔してね、ね、あの就活もね、6人。あ、どこ行った？就活もろくにさ、うまくいかなかったさ、負け組やろ。いやー、もう想像つくね。そんなね、お前らのね、あの辛そうなね、顔をね、想像しながらね、この季節ね、高みの見物度、で、家でぬくぬくしながらね、一日たった8分間の労働に勤しむね、この時期が一番好きやねん、俺。たまらないね、本当に。いやー、 YouTuber 万歳。今このご時世にね、なんか自らね、好んでね、社畜、労働者の道にね、進むやつはね、アホやね。今までね、学生時代、努力を怠ってきたね、罰ですね。俺はね、中央大学、大学在学中からね、絶対社畜になんかなっちゃいけないと思う。この先ね、今の日本でね、労働者なんかになったらね、もう一生搾取され続けてね、終わると、もうその時からね、もう確信してたから、絶対これなんとかせなあかんということでね、勇気振り絞ってね、一大決心ですよね。大学在学中にね、 YouTube を始めて、今や陰キャのスーパースターですよ。悔しいか、ね、だからね、違うんです。大学ってのはね、就職活動の場じゃない、就職予備校の場じゃないんですよ、その4年間の間でね、なんとかしてその社畜ルートから抜け出すためにもがくっていう、だからその4年間でね、成功できなかったらね、終わりです。でも4年間もね、猶予を与えてもらえたんだったら、普通の人間はね、できますね。だって大学で粉雪歌うだけなんだもん。それすらもね、できなかったね、腰抜けのチンパンどもがね、今ヒーヒー言っとりますよ。気持ちいいか、気持ちいいか。お前犬にも煽られてるぞ、柴犬にも煽られてるぞ、お前ら。悔しくねえの。ねえ、いや、しかしね、どうなん、どうせ今研修中とかだろ、4月のね、初め頃ね。えで、企業によってはさ、なんか餃子の王将みたいなさ、やばいさ、なんか気をつけーみたいな、お願いします
みたいなさ、あの渡美みたいなさ、あのなんかでっかいホールみたいなのに集められてさ、くっそでかい声出しみたいなさせられる、なんかやばい研修とかやってるやついるんちゃう？いや想像するだけで、ね、笑いが出てくるね。もうほんと、俺社会人のね研修ほどね無意味なもの、まあ、もちろんちゃんと意味のあるものもあるけどさ、なんか本当に意味のないことをしてる企業多いなってねずっと思うんでね、いやー無意味な時間過ごしちゃってくださいよ。こっちはねこっちとはね家でぬくぬくとね、もういわゆるフルリモートだよね、そういうことだよね、フルテレワークだよね俺は、うん、で、もう好きな時間で働いてよし、うん、で何誰ともね付き合う、ね、必要なし、本当YouTube とねGoogle と俺の一方通行だから、そうだからストレスないんですよね、うん、煩わしい人間関係ないしね、飲み会もないしね、うざいね上司とかね同僚もいないしねえ、で好き勝手ね動画で適当にやってりゃいいと、気持ちいい激さん、うん、気持ちいい、うん、どうすんだよお前らマジで、まあ、なんでね、なんで俺ずっと言ってたのにね、ほんとこの先 YouTube しかないと、ね、お前らね陰キャラはね生まれ持ってね、もうずっとね陰キャラの運命なんだからね、なんか背伸びしてねなんかうまくいこうなんてしちゃってね、どうせ無理なんだからね、まあ、どうにかしろってずっと言ってたよ昔から、はぁ、あ、ね、だからもうねこれからのね日本はもう YouTube てかもうね自分の力で、個の力でね、あ、日本サッカー日本代表じゃないけど、個の力でね、稼いでいくしかないんですよ。社畜になんか、ダメなんですよ。ね、どん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 これからね、AI とかね、いろんな科学技術にね、仕事取られてって、もうお前ら仕事なくなるで。ああ、だから、ね、本当今からでも遅くない。別にね、YouTuber になるとは言わんよ。YouTuber なんて別にゴミですから、ね、なるべきじゃないけど、仕事しながらでもね、スキル。積んでった方がいいで、うん、どうすんだよお前らマジで、うん、俺のねチャンネル見てね、でコメント欄でねくっさい大喜利してね、くっそ寒いねことしてね笑ってる暇じゃないで、うん、ねなんか 俺のことさなんかさ何々な男とか言ってさね、普段ねなんかバカにしてねなんかおもちゃにしてるけどさ、おもちゃにされてんのはお前らやで、社会のおもちゃやでお前ら、うん、いやどうするよ。もうね、なんか、まあ、全く無関係だけどお前らと俺はな心配になるね、ちょっとね、大事な顧客だからさ、ね、路頭に迷ってさ、ね、生活が困窮してさ、俺の動画見られなくなったら困るんでね、うん、どうすんだよお前ら、まあでもまあ初任給、まあ来月入ったらさ、まあどうするべきか分かってるよな、まあ、いつも言ってるけど、まああんま言わんけどさ、ね、普段からお世話になってるね孫子捨て上げさんにね、なんかするべきことあるんじゃない？コメント欄でねちらほらね最近やってる人いるけど、うん、新しくできたんやで、新しい機能がちょっと言わんけどね、なんか具体的に言うとね、なんかね Google のアルゴリズム的ななんかね AI のなんかそう、もう どこまでも AI がねほんと進出してきてるんですよ、うん、それに引っかかってなんかねおすすめに表示されにくくなれたかなんかあんまり YouTube のアルゴリズム的に良くないらしいんであんまりだから俺口に出さないのよ、結構いろいろ濁すことさあると思うんだけど、いろんな話題でそういうとこまで研究してんよね俺、うん、お前らみたいな何も考えずね社会のレールにね乗っかるだけ乗っかってね思考停止でね生きてきたやつは違うね、うん、考える力があるね、考える人間は考える足である、青足だから俺、青い足とかだから、はあ、おほほ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 、俺、まあ、ちなみに僕の社会人時代はね初任給26万とかなんでね、お前らみたいなね雑魚とは違うんですけどね、俺も社会人だった時あるからねちょっと胃が痛くなるんで想像するとマジで、正直きついっすわ、うん、
キミラ陰キャラのね、今ね、死にそうな顔をね、想像するだけでも。マジできつい。どうにかならんのかね、もっとなんか、こうね、なんだろうな、もっと楽にじゃないけどさ、もっと、ね、平和にというか、もっとこう、なんつうのかな、心を楽に生きていけるような世の中にならんのですかね。ほんと二十数年間さ、学校とかさ、まあ一応ね、親の扶養でね、暮らしてきて、でいきなり、はい、どうぞね、働いてくださいって言われてね、社会のね、海の中に放り出されてさ、きついよね、それちょっと。ほんとね、想像するだけでね、ちょっと心中をお察ししますって感じだね。マジでお前ら、ちょっと、まあ仕事のストレスをさ、ね、この、ね、俺のクソ動画見てさ、少しでもね、和らげたらいいんじゃない？いやマジで、ちょっと体に気をつけて、お前らがね、くたばったらね、別にお前らも心配してるわけじゃないで、大事な大事なね、養分がね、顧客がね、いなくなることを危惧していってるだけだから、そう、だから体にだけ気をつけてください。別に君らが安月給だろうが何だろうがね、どうでもええね、体に気をつけてね、馬車馬のように働いてね、で俺の動画見てくださいね。じゃあこれからもよろしく。